ご注意なのだ。よく読め。前回のあらすじ。爆弾、電球を解体したら、いきなり伊藤と名乗る女が出てきたのだ。いやほんと、誰なんだよこいつ。心配しなくても、これからわかるのだ。では鈴木爆発、最終回、スタートなのだ。私は伊藤、あなたと同じ、知らない間に爆弾処理をやらされている一人よ。誰が、何のために爆弾を仕掛け、何のために、私たちに処理させているのかはわからない。ただ、私たちは選ばれてしまった。あなたは、なぜ爆弾を解体し続けるの？生きていたいから、死んでしまいたくないから、死んでいく人たちを、悲しむ人の顔が見たくないから。大した正義ね。なんかこいつら普通にお茶してるのだ。てか、前回の船はどうなったんだよ。しかし、伊藤さんも爆弾解体をしている人だったのだ。それはいいけど、なんで向こうは、こっちのことを知っていたんだ。謎だらけなのだ。私深く考えたことないけど、何か解体するのがどんどん難しくなってるから、もうすぐ爆弾も終わるのかなって。あなたって、バカ？バカじゃないけど。でも確かに、難しくなってるから終わりが近いってのは、安直な考え方ではあるよな。ゲーム的には正解ではあるのだ。終わりがあるってこと？そう、気づいてしまったの。私自身が爆弾であることに。それってつまり、伊藤さんは爆弾なのに爆弾解体させられていたってこと？結構えぐい話なのだ。爆弾を解体し続けていた私が、最後に爆発して終わりって。つまんない話。でも、私が爆弾を解体できたって。伊藤さん、あなたが。いいの。世界にいる他の爆弾を処理している人たちも、私が爆発しなければ、この爆弾はなくなるわ。それはそうかもしれないけど。つまり伊藤さんは、自分をちゃんと解体してくれる人を探し続けていたってことか。被害を出さず、自分を終わらせるために、なのだ。鈴木さん、お願い。私を解体して。私、あなたのこと、嫌いじゃないもの。伊藤さんと鈴木さんって、接点あったのか？よくはわからないけど、今は願い通り、伊藤さんを解体するしかないのだ。人型の爆弾は、変わり傀儡だな。さて、今回はどう来る？なんかよくわからねえ輪っかが、ぐるぐる回ってるのだ。とはいえ何か調べられたり、ドライバーが使えたりはしないな。全くわからないから、適当に方向キー連打するのだ。いや、適当にしてたらいけちゃったよ。進んだのはいいけど、これは何なのだ？ベイブレードなのだ。いや、どう見ても心電図だろ。つまりは伊藤さんの心臓部ってことなのだ。しかし、これもギミックがわからないな。何回連続でネジ回すと、ドクドク言うから、とりあえず何回かに分けて、ネジを回すのだ。まあそういう仕掛け、今までたくさんやってきたからな。用心するに越したことはないだろ。でも一回ぐらい試しに、いっぱい回してみるのだ。あれ、案外いけるな。じゃあもう外しき、おお、やばいやばいやばい。やっぱり連続で外したらダメなのだ。ほんと最終回まで学ばないやつだな。一度安定したことを無理に乱そうとするな。おとなしく交互に外していこうと思いますのだ。しかしまあ、結局ギミック自体はよくわからないよな。やっぱり心臓がモデルなんだろうか。よくはわからんが、無事解体できそうなので、よし。でもノーヒントギミックだから難易度は高いよな。さすがラストって感じだ。危ないところもあったけど、謎ギミック無事突破なのだ。さて、さらに奥か。はっ、今のは伊藤さんの声。赤を切ってって言ってたよな。この爆弾唯一のヒント、自分自身だから正解もわかるんだな。今まではいろいろ失敗してきたけど、今回は失敗しない。伊藤さんのためにも一発で終わらせるのだ。正解は赤。これで全て終わりだ。なんで爆発を？なんで爆発したのだ。まさか伊藤さんも敵だったってことか。いや、確実にこっちが何かを見落としてるに違いないのだ。爆弾犯が介入していない爆弾、そこに悪意はないはずなのだ。いや、まあ悪意はなくても、爆発したせいで地球どころか銀河もなくなったけどな。さすがラストの爆弾、規模も超新星爆発なのだ。しかしなぜ答えが青になるのだ。それがわからないことにはクリアするわけにはいかないよな、今回は。そうなのだ。とにかくもう一度挑戦してみるのだ。さて、再び最初からやり直してるけど、ここのギミックは単純に輪っかが止まるのを待てばいいだけだったのだ。なんか結構謎のギミックだな。いや、まあそれがわからなければ一生クリアできないわけだけど。
青木って。え、今のも伊藤さんの声か？最初の時は気がつかなかったけど、ここでもヒントがあったのだ。ここでは青、新刊前は赤。この2つに何の違いが？まだ他にヒントがあるのか？最初の青が本当で、2回目の赤が嘘。青が正解で、赤が外れ。どこかで似たような文章、見たような。あ、そうなのだ。前回のドアノブなのだ。そうだ、確かこんなヒントがあったな。相反する言葉、赤と青。必ず1度目が本心で、2度目が嘘。1度目の青が本当で、2度目の赤が嘘。だから、さっき赤が爆発したってことか。でもなんで前の爆弾に、伊藤さんのことが。言うまで、他のメッセージに、髪の短いとか、肩の尖った女とかあったけど、これ、伊藤さんの見た目の特徴に似てないか。伊藤さんの、確かにショートヘアで痩せ型で、肩丸出しなのだ。つまりあの爆弾は、鈴木さん宛ての爆弾じゃなかったんだ。だからあそこに、伊藤さんの個人情報が書かれてたんだ。伊藤さんのあの船にいたのは、鈴木さんを助けるためじゃなくて、そもそも巻き込まれていたってことだったのだ。まあストーリーのことは置いといて、これでこの爆弾の正しい答えの導き方が分かったのだ。今度こそ、伊藤さんを助ける時なのだ。赤を切って。相反する二度目の言葉は嘘。もう騙されないのだ。伊藤さん。お望み通り、解体して終わらせてやるのだ。いってこれにて心残りなく、伊藤さん、解体成功なのだ。まさか、前の爆弾がヒントになるとはな。ただの消去法で終わらせなくて、本当に良かったのだ。すごい。当然なのだ。自分、天才ですから。天才は、自分で天才って言わないぞ。あれ、伊藤さん普通に生きてたのだ。どういう原理？いやまあ生きてるに越したことはないけど。そしてこの雰囲気、完全に終わりって感じなのだ。ここまでやってきて、結局何も解決してない件について。ある意味バッドエンドなのだ。しかしこれまで数々の爆弾を解体してきた鈴木さんは、これからも終わりが来るまで、華麗に解体し続けるのだ。生きる地獄かな。このゲームの考察は有識者に任せるとして、今は画面にも流れてる爆弾のハイライトを語るのだ。こうしてみると、結構な数の爆弾があったな。全部で19個あったのだ。ちなみにこの動画ではカットしてるけど、このゲーム、時計の時間でルートが分岐するから、全爆弾を見るためには3周しないといけないのだ。鈴木爆発、周回ゲーなのか。とは言っても、難易度も変更できるし、内容も面白いから、全然苦じゃなかったのだ。何よりもこのゲーム、ロードも速いし、ムービーも飛ばし放題だから、プレイストレスはかなり低いよな。そうなのだ。バカゲーだけど、クオリティは素晴らしいゲームなのだ。プレステのゲームって、ひどいやつは本当にひどいらしいからな。この辺りは、さすがエニックスって感じだ。お、ここからスタッフオールなのだ。じゃあ改めて、完走した感想といくか。そうするのだ。完走した感想だけど、普通に洋作だったのだ。ストーリーは意味不明だし、演出も変だけど、爆弾部分は謎解きとして面白いし、今で言う脱出ゲームみたいな楽しさだったのだ。ほんと、意欲作だよなこれ。違いもあったとはいえ、唯一無二のゲームだと思う。他のゲームでは得られない、解体の喜びがあったのだ。まあ少し、不満があるとすれば、若干のボリューム不足は否めないのだ。動画みたいに連続でやると、エンディングまで長く見えるけど、実際は10回ぐらいのエンディングだからな。攻略本によると、ボーンビーフとかドリアンとか、そういう没爆弾があったみたいなのだ。いや、そりゃ没になるだろってラインナップだな。でもどうせなら、それもプレイしてみたかったのだ。まあ、その気持ち自体はわかるけど。では爆弾ついでに、積んだもん的に面白かった爆弾を発表するのだ。お、なんじゃなんだ。インパクトも含め面白かったのは、爆弾、カワイリカなのだ。ああ、あの、浮世絵から振り爆弾か。確かにインパクトもあったし、ギミックも斬新だったな。時点で、エンジンと電球も面白かったのだ。二つとも、バズルパズルしてたやつだな。よかったらぜひ、見ていて面白かった爆弾をコメントしてくれると嬉しいのだ。私はなんだかんだ、最初のみかんが好きかも。爆発のインパクトもすごいし。インパクトもそうだし、ツッコミどころもすごかったのだ。でも、爆発を見る楽しみってのも、このゲームの面白さの一つだよな。ああ、何回も失敗してくると、弱くなってくるけど。初見で見る分には、めちゃくちゃ面白いのだ。あと面白いといえば、犯人のメッセージだな。確かにあれも、ゲームを盛り上げてくれたのだ。絶妙なヒントの出し方だったよな。ちなみにあのメッセージだけど、難易度で内容が変わるのだ。え、そうなのか。イージーでプレイすると、無駄なメッセージもヒントになってるのだ。逆にハードだと、メッセージが答えになる爆弾以外は、
全て無駄な文章になってるのだ。とはいえハードは2周目前提の囲碁だから、ある意味遊び心ってことだな。どんな文章か気になる人はぜひ自分でプレイして確かめてほしいのだ。まあソフトの入手が難しいけどな。でもマッチョコでも元の定価ぐらいだからプレミアってほどでもないのだ。ちなみにズンダモンはメルカリで2200円で買ったのだ。いや転売の巣窟で買うな。しかしこのゲーム発売当時はどんな評価だったのだ。まあ今とそんなに変わらないと思うぞ。一部の人に受けるバカゲーって評価だろ。ちなみに後のインタビューでプロデューサーが制作費が回収できる程度には売れたと言っていたのだ。違いとはいえ黒字売上っていうのは大したもんだな。さすがのエニックスだ。このゲームのプロデューサーである安藤武弘さんは続き爆発から約12年後拡散性ミリオンアーサーというソシャゲを作ったのだ。おう大出世だな。そして続き爆発の開発経験から実在性ミリオンアーサーという実写ドラマを企画したのだ。続き爆発のこと引きずっててくさ。人生何につながるかわからないってことなのだ。確かにまあこのゲームがきっかけで小沢凛さんと加藤浩次さんが結婚したって話もあるし、ほんと何が先につながるかなんてわからないか。この動画を見た人も続き爆発がきっかけで何か起こるかもしれないのだ。いや見ただけで何か起こったら逆に怖いだろ。しかしここになってようやくスタッフ紹介なのだ。投げエンディングなのだ。実写ゲームだから衣装とかスタイリストとかその辺の紹介があるからな。バカゲーの割にスタッフロールが長いのは仕方ない。正直話すことがなくなってきたのだ。まあそれはそうだけど、このゲームプログラマー2人だったの。メジャー投げるジャイロボールより少ないじゃん。というか他の制作スタッフも超少ないのだ。でもその人数と低予算にもかかわらずこんなクオリティのゲームを作ったのはすごいのだ。シナリオ以外に破綻してることはなかったからな。まあこのシナリオもいい味といえば味なんだけどさ。とはいえ賛否両論になる部分ではあると思うのだ。考察できる要素も少ないしバカゲーとは生きるか適当と思うか難しいところなのだ。プレイした身としてはガンダーだけは説明してほしかったかな。本当あれだけは全部意味不明だったのだ。さてデバッグチームも見えてきたしそろそろスタッフロールも終わりかな。おいちょっと待つのだ。どうした。デバッグにいる市村龍太郎さん、この人後にドラクエ8と9のプロデューサーになる人なのだ。でさらには斉藤陽介さんもいるのだ。斉藤陽介さんってスクエニの取締役であのニーヨシリーズを作ったすげーメンバーが関わってるゲームだったのだ。近代ドラクエとニーヤは続き爆発に繋がっていたのだ。いや繋がってはいないだろ。所詮デバッグと企画協力だし2人のウィキにこのゲームのこと一切載ってないし、この動画を見た人はこのトリビアを友達に自慢しようなのだ。ってところでようやくスタッフロールも終わりなのだ。頑張って話を吹き伸ばしてよかったのだ。エニックス楽しいゲームをありがとう。トータル鈴木レベルえい。ところで鈴木レベルって何。知らねえのだ。ええ、なんかいきなり始まったのだ。ラストムービーかな。何急に寿司三昧なのだ。何を投げたんだ。というかここどこ。荒野世界観どうにかしようなのだ。おお、鈴木さんの謎攻撃で大地が割れていく。どうなってんだよ。破壊とスワスワってこと。最後の最後までわけわからねえ。ということで以上鈴木爆発の実況だったのだ。最後にクリア後に見られる爆発ギャラリーを見てお別れです。最初のみかん爆弾なのだ。今思えばこれサイタークラスの爆弾だったの。王道って感じがして最高なのだ。これは拳銃爆弾だ。この辺りでスパイゲームだって気づいたのだ。これは携帯電話だな。爆発の規模感は得なのだ。これは踏切なのだ。めっちゃ地下で解体したやつな。これは爆弾月の一つ目だな。規模感はすごいけど犯人がどうやって月に爆弾を仕込んだか不明すぎるのだ。てかなんでこれだけ2パターンあったんだろうな。しかも無駄に演出が凝ってるし。ズンダモン的な予想ではどっちかがもともと没予定だったと思うのだ。でも容量もあるしどうせなら突っ込んでおこうってか。もしくは2パターン作るの面倒くさくなって最初に作った月だけになった説なのだ。こっちはなぜか空に浮いていた月柄の爆弾パターンだな。爆弾ピンボールなのだ。コメントでピンボールとピンボールをかけてるってあったな。だとしてもチョイスが意味不明なのだ。まあな。お、最弱爆弾カセットテープだ。でもカセットは磁気テープ
ープだから回路はないのだ。あ、サイパンだ。サイパンで撮影されたアイスコーヒー爆弾なのだ。ちなみに攻略本にはサイパン旅行の模様が載っているぞ。そもそもその攻略本8割がゲーム関係ないのだ。てか説明書も鈴木さんの写真集だしな。これは連休だな。なぜか留置所が舞台だったのだ。これは可愛りかなのだ。まさかの人間爆弾。お見舞い弁当ペラは真面目にやばい。今ならフレーム入りそうなのだ。これはジュークボックスだな。爆弾も解体できてギターも弾ける。歌も歌えて美人。鈴木さんは無敵な人なのだ。出た問題作。面白いけど意味不明すぎたのだ。ある意味前衛的だったな。最難関爆弾エンジンなのだ。ただなぜ命なのかは不明。激ヤバ爆弾海なのだ。どうやって海だけ爆破したんだ。絶対性理論初なのだ。アインシュタインもびっくりだろ。ちょっとホラー演出影だな。地味だけど恐ろしい爆破シーンなのだ。お、無駄に長いドアノブ爆弾。秘密優先とはいえこれだけの爆発は結構えぐいのだ。じゃあこの間にネタを一つ。携帯電話の時に出てきたメッセージは伊藤さんだったのだ。お、確かにこんなところにも最終爆弾の発見はあったのだ。アーナンにこれだけ助けてくれたのか。その真相は闇の中だけど、この辺も考察要素だな。そしてラストは超新星爆発伊藤さんなのだ。こうして一気に見ると本当にバリエーション豊かだったな。ということで最初のオープニングまで戻ってきたので、続き爆発これで完全に終わりなのだ。ここまで見ていただき本当にありがとうございました。視聴者の皆さんには本当感謝なのだ。コメント、広告、パトロン、いつもありがとなのだ。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。 バイバイ。続き爆発。